東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償の枠組みを決める原子力損害賠償紛争審査会、10月19日に15回目の会合が開かれ、政府の指定した避難区域以外の地域で自主的に避難している人たちに対してどのような補償を行っていくのか、初の聞き取り調査が行われました。まず自主避難者ということで今日私は呼ばれました。しかし自主ではありません。とんでもございません。怖くて逃げたんです。子どもたちの命を守りたくて逃げたんです。子どもは外で遊びます。自然です。自然からいろんなどんぐりを拾ったり松ぼっくりを拾ったり、そのようなことを子どもはやります。これが今できていないのです。保育の先生に聞きました。外に出せてないんです。今園庭が使えないんです。今までだったら近くの山に行ってどんぐりを拾ってたのに拾えないんです。このようなことっていうのは憲法上の教育を受ける権利を侵害してるんじゃないでしょうか。福島市は避難区域には当たっておりませんけれども、低線量の放射線被曝地帯であります。避難したくてもできないという家庭や子どもたちがたくさんいるという事実、こうなりますと私は区別はできない。我々のように低線量のレベルの被曝している長期間いるところにおいて、時間が経てば経つほど課題が深まって問題が増えると深まっていっているというのが実はこの放射能の災害ではないでしょうか。市長、市民といった立場を超えて悲痛な訴えが続きます。私が自主避難させていただいているところは、実は自主避難者だけで160世帯おります。500人を超えます。その中のほとんどは母子避難です。お父さんは福島に残って生活を支えています。住宅ローンを必死に返しています。すごく小さいお子さんのいる家庭が多いんですね。で、福島って子供が生まれたらみんななんか家建てなきゃなっていう雰囲気があるんですよ。で、この事故によって小さな子を持つ親御さんたちはすごくみんな悩まれました。それでも子供たちの命を守りたいと、お父さんと別れてお母さんと子供たちだけでも安全なところへと逃がした家庭ばかりです。お父さんが連休に北海道まで会いに来るんです。母子避難している家庭に。本当に交通費が大変です。数日親子で過ごして、お父さんは帰っていくんですけど、飛行場に見送りに行って、誰が一番泣くって言ったらお父さんだそうです。もう離れて暮らすことが、家族と離れて暮らすことが本当に切ない。お金の話だけではないんです。自主避難の権利が欲しいんです。お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。原子力損害賠償紛争審査会で証言をした宍戸貴子さん。福島県伊達市から札幌に家族4人で移住しました。貴子さんと子供2人が引っ越しをしたのが6月。その後、父親の俊典さんは2ヶ月遅れで引っ越してきました。お父さんはあれですよね、ずっとお一人でいらしたのが2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらいありましたね。やっぱり家族でご飯とか食べるとあれ、家族でご飯食べてね、一番最初泣いたもんね。最初の夜泣いてたもんね。北海道着いて最初の夜、一緒にご飯食べに行って、その場で泣いてました。夫の俊典さんは、県立高校の国語の教師でした。1学期で仕事を辞め、今は食卓の教員をしています。担任は持ってなかったので、担任持ってたら思い切れたかどうかっていうのは本当は自分でもわからないです。担任持ってなかったからできたことかもしれないんですけども、やっぱり残してくる子たちには、できれば卒業までは見たかったなって3年生に対しては特に思いましたね。ただあそこで残ることで、一緒に
こう辛抱することよりもこういろんな可能性があるよって生徒たちに見せたかったっていうのはあの時期ありましたよね。避難っていう選択肢はあるんだよっていう、怖いって思ったらできるし受け入れてもらう場所はあるんだよっていうのを高校生自身もかなり不安にはなってても、もしかしたら我々大人以上に言いにくい状況だったんだろうなと思うので。宍戸さん夫婦は10年前に建てた家をそのまま残してきました。まだ周りほとんどお家が建ってなくて、ゆずきが生まれる前ですね。お腹大きいか、これ何近所ですか、これうちの庭じゃん。庭ですね。庭でプールやってたんだ、うん、すごい、うん、市が測ってきたのが 1.5、 1.5 で、公園の、まあ、地面すぐ近くで 2.5 っていうところがありましたけど、1ないともうそこ 0.7 とか8だったら低いねって言われちゃう世界なんで、もう一桁普通に低いんですけど、もう麻痺してます本当に、うん、まあでも物は置いてあるから何か取りに帰ったりとかすることはあるのかな。いや私はもう帰れないです本当に。いろんな役を放り出してきてしまったから、子供会じゃなくて育成会とかもやってたんですよね。郡山から京都に避難している星憲孝さんと千春さん、やはり6月に千春さんと息子の凛太郎くんが先に入居し、その後8月に夫の憲孝さんが京都にやってきました。事故が起きた当時、息子の凛太郎くんは生後11ヶ月。ちょうどハイハイからタッチに移行し、歩けるようになる時期でした。ちょうど地震の1ヶ月後に1歳になったんですけど、その後やっぱり家の中で歩けるようになって、初めての歩きをしても靴を履かせて外で歩かせることができないので、成長の過程でこんな悔しい思いをするのかなと。もう元気いっぱいの子なのに外で歩かせることができない、やっぱり親としてはもう切ないよね。やっぱり郡山から京都に避難してから4ヶ月、凛太郎くんは自然の中ですくすくと成長していました。こういう自然の中で遊ぶのは全然多分違うかなっていうのはこっちに来て思いますね。家の中でとか室内で遊ぶよりもやっぱり外に出ると人工じゃなくて自然にできたものがいっぱいあるじゃないですか、うん、そういう面ではやっぱり外はすごい子供にとっては宝の山なんでしょうね。砂利一つにしても葉っぱ一つにしても。今星さんは事故以前のようなのびのびとした生活に戻りました。子供の面ではもう本当に良かったなと思う反面、周りのことを考えると罪悪感ですね。なんか老いてきてしまった、ふるさとを捨てちゃったっていう気はないんですけど、そう思われても仕方ないだろうし、復興のために何もできてない自分もやっぱりなんか申し訳ないなっていう、その自主避難は大げさじゃなかったっていうことを、なんだろう、公の場でその決まってもらえると逆にそういう面では、うん、精神的な面で間違いではなかったのかなっていう考えにもなれるのかなって思うんですけど、うん、やっぱり自主避難した人たちにね、対してのその保証も何もしてくれない、うん、これから逃げたがってる人たちがね、うん、いつでも逃げられるような体制を取ってほしいよなみたいな。